人島は朝鮮半島西南端付近に半島本土と近接して存在する島。両者を隔てているのは幅約300メートルの明瞭海峡である。大韓民国に属し、全域を全羅南道人島軍が管轄している。韓国ではチェジュ島、巨彩島に次いで3番目に大きな島である。人口は約32,500人。 群名と同じ名の首都を特に区別する場合、体島と呼ばれる。最高峰は、島の東部にある、トガリ殺山。島の東部と、西部から南部にかけて山地があり、南部の山海から流れ出た川によって、中北部が開けている地形となっている。東部の山海には、トガリ殺山の他特人山、東北部には、祈願で知られる、金骨山がある。西部には、地力山、 西南部に女木山がある。島の歴史的な中心であり、現在も群長が置かれている木内里は島の中央部にある。海割れが起こるのは東海岸の街道である。半島本土との間を隔てる明瞭海峡には鎮東大橋が架けられており、一本の道路で結ばれている。かつては、思想藩の流刑地だったところで、当時の史跡なども残されている。詳細は、 神島群歴史を参照。年平均気温は13度と温暖。神島の海割れ毎年4、5月頃の大潮に一度だけ見られる現象で、神島と南東沖に浮かぶ茅島との間を隔てる約2キロメートルの海に両島を結ぶ道が出現して地続きになる珍しい現象が起こることで知られる。この神島の海割れには国内外から多くの観光客が集まり、 潮が引くのを待って、大勢の人々が茅島を目指し道を歩き始める。島の南端の南桃岩木は、多島海海上国立公園に指定されている。ありがとうございます。